さあやっていきましょう。バイオハザード8。はい、前回はね、武器入特戦隊に追いかけ回されながらもなんとかね、鍵の鋳型を手に入れるところまでやっていきました。ということなので、地下4階に戻りまして、今から鍵を作っていこうと思います。まあ、金属球のね、やつも手に入れたので、それもやっていこうと思いますね。髪がなびいてる。こんな人が入れる散髪屋さんなんてあるのかね。ということでね、やっていこうと思います。で、まあいろいろとね、まあ、見ていただいたら分かる通り、こうちょっと弾が、まあ、なかなか枯渇してきて厳しい状況になってきましたので、まあ、うまいことねやっていこうと思いながら、暗くなってるの、まあ、うまくやっていきながら、まあ、ちょっとね強い敵がもし今後、まあ、ゾルダードくらいだったらね、まあ、バータくらいだったら、まあ、いいんですけど、まあほいバーター、もう一回おっぱいちょうだい。オッケーオッケー、おっぱい危ね、あ、拾った拾ったね。そうそう、バータくらいだったら、まあ、今くらいでやれるんでいいんですけど、もしあれ以上に強力な、まあ、ギニューとかねが出てきたら、フラッシュで、もうあの閃光弾とかで無視しようかなと思って。あ、2発でいけた、ありがたい。ダメージは食らったけど、これは美味しい。そうなんですよ。じゃあ早速1個、まずは金属球、まあ、これどっか、まだでもミニゲームできるとこ見つけてないんだけどね、どこにあるのかね。これやってる時とかにさ、なんか酔っ払いスカウター軍団がたくさん来るとかない？大丈夫？戻った時にね、ちょっと改造で超ドライブの弾を使い切る。そうそう、で、あの弾節約のために今回こっちにしました。何かっていうと、フラッシュ、なんだっけ、閃光弾にしました。はい、で、この先こっちだよね。こっちに鍵を1個開けるところと、あと戻った地下に1階に戻ったところにあるんで、まあ、近い方、まあ、戻らずに先まずこっちに進めていこうかなと思います。敵来なかったね、ありがたい。ハイゼンベルクの街、うわ、重々しそうでかっこいいね。とりあえずまあ一発ショってこいつでぶちかますっていうことを考えて、声が聞こえる、ポリポリいっちゃいけない、マジか。から機械か、先に牽制してみるか。起き上がってきてるやつもいる。これ開けたらあれだね、出てくるな。どうしよっか、どうしよっか、どうしよっかと言われれば、あれ、ちょっと待って、扉の向こうで爆発したんだけど、あり、あ、でもまだ生きてるね、しぶと。やれたの、あれってことはそんなに強くない、もしかして。スクラップ、スクラップか、ガンパウダーもある、いいね。で開ける、で、あー、これはあれだな、組み合わせる系男子だな、なるほど。なんかハンマーみたいなやつですね。ハイゼンベルクの鉄槌、あー、警備品でできた大ぶりの鉄槌、重すぎて武器には使えないと。なるほど、このアイテムは全部取ったね。ハイゼンベルクの、ハイゼンベルク何、資質、こんなところにいんの、あんた。ベッドはこれ、これでは寝らんないでしょうよ。あー、変わったところで寝てますな。さて、帰り道またなんか出てくるんじゃないの。大丈夫、
まあでもそんなにね、道があるわけじゃないからね、もうスーッと帰りましょうか。ね。ちょっと待って、なんか、物ごっついの来たんだけど。物ごっついの来たんだけど。これがあれか、なんか、重工装備運動って書いてたやつか。これで抜けれる。まさかのフリーザ第一形態が出てくるとは思わなかったな。あんなの相手にしてたら弾がいくらあっても足んないっすよ。フリーザ第一形態、マジか。フリーザ第一形態再び、ほら、どうした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 。いやー、閃光弾こうやって使うに限るね。オッケー、戻ってきた。美味しそう、何も言わない。あんま見せ場なくてすみません。もうスッと行った方がね、グダグダするよりいいかなと思って。なるほどね。あ、そっか、しまった。ちょっと傑作だよこの作品、たまんねえな。おお、それあれでしょ、イチャイチャパラダイスでしょ。ちょっとちょっと、ああ、yes. いや、本読むのに夢中になりすぎておめえの相手してらんねえよって言われちゃって。じゃなくって、あ、もうあれかね、爆弾とか買えない？あ、爆弾買えないか、辛いな。まあ、Younger. じゃあこれとりあえず。Used to be alive. Ah. 機械心臓も売って、ハイゼンベルクの鉄槌。あれ、ドミトリスクの首飾りより安いじゃん。まあいいや。Ooh, where did you get your hands on such a thing? まあ、ちょっとそこまで。OK。あー、で、威力上げとか、地味にやっぱ、一発一発、五発であれだもんね。で、来るもんね。Delighted to. で、まあ、これも装填がてらってところかな。OK。Till next we meet. また会いましょう。うん、こちらこそ、また会いましょう。さて、新しいところ行くよ。回復薬が三つ。まあ、なんとかいけるとは思うんだけどね。ここまたなんか来る。鍵を外した。うん、それは分かってる。Really、are... 全くしぶといやつだな。進めない。聞こえるだろ、なあいつがお待ちかねだった。シュツルム、払い下げのターボプロップエンジンを使用。リアクター出力を強くしていただくため、突進ばかりでほぼ制御不能となった。正面には無敵の性能を誇るものの、自身の腕をプロペラで切断する、長時間の稼働で熱暴走するなど問題が多い。結論、完全な失敗。マジか。ってことは、そのシュツルムっていうあのプロペラ、なんかブル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 してたやつと戦うってことですね。あいつどう見てもさ、ドラゴンボールに出てこないタイプのキャラだよね。ってことは、あれだよ、俺が思うにシザーハンズ、全身シザーハンズ。うん、で、ここのアイテム全部取った。で、ここだね。ここは完全にボスだね。それかその先のカーゴベイってやつがあれだね、ボス戦のところだね。よし、じゃあセーブ特にしないけど行きますか。
もう振り向いてるよ。どのタイミングでこう走り抜けてるかね、ちょっと感じ分かってるんですが、あ、これ燃えてる、これボス、中ボス、やべやべ、あっちあっちあっち、火炎放射は効いてない。倒していくか分かんなくなってる。はい、で、で、で、これで、なんとか、やべ、これでいけない、まだ、まだダメ、あ、弾が切れた、やばい、これなんかちょっと回復してない。レースステージは広くなってる。人間に戻ってくれ。火炎放射。足も痛そうだね。盛り上がりにかけるけど、でも倒し方がよくわかんない。倒し、あ、ちょ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 、倒し方は分かってるんだけど、分かんなくなった時は走り回る。いやー、くそ、めんどくせえな。だい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 、そっか、爆弾投げ込もう。これあ、もう爆弾ない。やばいね。爆弾使いすぎたな。どうしよう。まさかの。あ、でも回復薬まだこんなあるな。一個使っとくか。どうしよう。真剣に敵が。また回復してきた。暗く。熱くはないでしょ、熱くはないでしょ。Now stay down. もう動くなよ。あれ終わり？あ、終わった。なんだ？あれ？なんか違う。俺の想像してた感じのやつ違うんだけど。いいの？これボス戦。ごめん。なんか全然喋る間もなく、ただ単にジョニー・デップとかふざけたこと言ってただけだったんだけど、終わっちゃったみたいです。すいません。買っちゃいました。ただパイプ爆弾全部使ったのは痛いね。地雷全部取ったね。そうか、終わりか。じゃあもうこっから敵は出てこないでしょ。一応警戒は続けとく。あれ違うの、戻ってきちゃったな。間違えた。こっちこっち。
あれどこ行ったらいい？こっちか。ん？違うな、違うな。あ、これかこれか。こっちだこっちだ。で、ほう。なんかない？なんか書物的な、あ、ありそう。葉巻？葉巻？葉巻って何？これあれじゃないの？キューハさん湿気ているようだ。絶対デューク喜ぶやつなんで20万レイくらいくれるんじゃない？ミランダが憎い、あの女の欺瞞が憎い、あの女にとって俺はただのカドゥの実験台だ。貴族なんて身分もたまたま他の村人より適応率が高かったかに過ぎない。そんな俺をあの女は息子と呼ぶ。それが心から許せない。あの女はとっくに壊れている。あの狂った女には優れた実験台も家族も同じだ。俺の体を変えやがっただけでなく尊厳まで奪いやがったミランダ。あいつを殺さないと俺の人生は永久に俺のものにならない。だがミランダは恐ろしい女だ。あいつは膨大な金を操り、どんな姿にでも自身を変えられる。鍵はあのローズとかいうガキだ。あいつの力とやらを利用すれば。そういえば父親のイーさんって男もなかなか面白い体らしい。うまく仲間に引き込めば。なるほどね、そういう思惑があったってことなんですね。いやー残念ですね。イーさんはね、娘のためだったらどんなことでもやるよっていうパパなんでね。あー薬液か、薬液はいいんだけどね、ハーブが欲しいんだよな。ハーブがないから回復ができないんだよね。2個しかないもんね。ハンドガンの弾がいつの間にかこんなに増えてんだよね。とりあえずこいつに増やしとくか。なんだかんだパイプ爆弾使いやすいんだよね。ハーブが足りない、厳しいね。じゃあ進んでいきましょう。あ、カーゴベイ、カーゴベイ、なんかボス戦パート2なんじゃない？連続してくるか、厳しいな。スクラップなんか降ってくるとか。お、はい。じじあれ。スクラップ B。スクラップ、ああ、オッケー。スクラップ B もありがたいね。スクラップ B と、なんだっけ、ハーブが今もありがたいな。なんかある。で、これを引っ張って、あ、ちょっと引っ張れない。引っ張って、どこに戻るのか。とりあえず私はローズの元に、あ、上参りまーす。上参りました。で、ここどこよ？ハイゼンベルクの工場。ん？ここも特に何もなし。ないとはいえ、まあいいか。じゃあ行くか。あ、で、これであれか。What the？ なんだ？何？またマジック？お？どっち？何？はしご？おー！悪くね、大したもんだ、インさん。なかなかしぶといが、俺にも予定があるんだ。てめえには消えてもらう。ちょっと待って。ここキッドやん。なんかごっつい急に姿変えすぎでしょ。これで終わりだしね。落ちる。はい、掴んで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 。高飛び込む。マジか。え、地下何回も落ちたよ、あのクソ野郎が。いやまあそれはいいけどさ、急な変貌しすぎなのと、またか。いやほんとまたかだよ。マジで。ここどこ、私誰、じゃないや、ハイゼンベルク、まさかのキッドだったというオチですか。はあ、
こりゃ共闘して同盟組んどいた方がよかったか。どうかしましょう。兄さん激おこプンプン丸やで。何おっおっゴリラ。 I told you to leave it alone, 関わるなと言ったはずだぞ。You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit!ふざけるな。Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. まあ確かにな。Why us, Chris? お前ここでずっといたら、まあ R 隊、R 隊長一人で単独で工場へ向かうって書いてたもん。All right. 分かった。All right. I guess I owe you an explanation. お前に説明しておこう。Hand me that wrench. レンチを貸せ。で後ろからボコって、あじゃなかった、珍しいパターンやな。 Long story short, 手短に言うとミランダは正気じゃない。 In this village, この村の all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold, like Louisiana と同じ。God damn it! All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything! That might not be true. いや、そうでもない。Take a look at this. これを見ろ。My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose.Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda,She's a dead woman. あ、弾返してもらってる。あざす。あら、クリスがこんな風に笑いかけるのって初めてかもしれないな。And do me a favor. Try to stay under the radar. めっちゃ突っ込みて。おめえどんだけこれまでの戦いの中で一人で突っ込んできたんだよっていう感じだよね。本当に一人で突っ込みすぎてさ。隊長落ち着けよって隊員にボコクスか怒らせてさ、怒られてさ、でその隊員結局ねお亡くなりになってるじゃないですか。でその次は今度イーサンってか。2ハンドウルフ確認。工場内の捜索を完了した。組織とのつながりを示す証拠を見つけたが空振りに終わったようだ。だが一方ミランダの研究に関する資料をいくつか押収した。どれも俺たちの推論を裏付けるものだ。ミランダは自身の体に特異菌を感染させいくつもの能力を手に入れたらしい。その一つが擬態。奴は細胞分裂をコントロールすることで他人に化けることができる。ミランダはミアに擬態しウィンター付けに侵入した。目的は今でもなくローズの誘拐だ。母親であるミアの姿の方がローズを制御しやすいと考えたのだろう。だが俺たちに攻撃された奴は死体に擬態し気を伺うことにした。奴は輸送車の中で蘇生すると乗員を殺害しローズを連れ去った。ミランダにとって予定は狂ったが当初の目的は達したというわけだ。だがそれもここまで。これから工場爆破してそちらに合流する。ハイゼンベルクと戦闘になるだろう。奴お手製の自走砲を見つけた。磁力に影響されないポリマー素材製らしい。こいつを改造して逆に奴にぶつけてやる。連絡は以上。また後で。あ、なるほど。あ、セーブポイントがある。そしたら、ちょうどいいところでセーブポイントもあります。で、まあ、多分次回がいきなりハイゼンベルクとの戦いというところからスタートすると思うんですが、お楽しみや。次回のハートを取っておくということで、またお付き合いください。いやー、面白くなってきましたね。次回が楽しみですわ。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。